事故発生地点日本航空機駿河湾上空ニアミス事故は2001年1月31日に駿河湾上空で発生した日本航空の旅客機同士によるニアミス事故である。2001年1月31日午後3時55分頃、静岡県八重洲市沖の駿河湾上空3 5 5百三35,700フィート付近で、 東京国際空港から那覇空港に向かっていた日本航空907便、ボーイング 747-400D と韓国、富山の近海国際空港から新東京国際空港に向かっていた日本航空958便、DC-10-40 の,の2機が最接近距離約135メートル、最接近時高度差約40メートルのニアミスを起こした。 双方が回避捜査を行ったが、907便では、急降下による機体の動揺により、搭乗者427名のうち、9名が重傷、91名が軽傷を負った。907便の機体は、客室の一部が消破した。一方、958便の搭乗者250名に、負傷者は出なかった。本事故は、結果的には一人の死者も出なかったものの、 双方の旅客機に登場していた677名の生命が脅かされた極めて危険な状況であり、もし空中衝突していた場合は、1977年のテネリフェ空港ジャンボ機衝突事故の犠牲者583人、1985年の日本航空123便墜落事故の犠牲者520人、そして史上最悪の空中衝突事故となったニューデリー、 空中衝突事故の犠牲者349人を超える史上最悪の航空事故となった可能性がある。国土交通省は本県事故航空事故に指定し、航空・鉄道事故調査委員会による調査が行われた。本事故は複合的な要因によって引き起こされた。その中でも重大な要因として、航空管制官らによる不適切な管制指示が認定されている。 当該管制官らは刑事責任を問われ最高裁判所において有罪判決が確定しているがその過程で裁判官による反対意見が述べられたほか判決について指揮者等から批判が寄せられた事故当時航空路管制を担う東京航空交通管制部の関東南 C セクターの管制宅ではレーダー対空席に訓練中の航空管制官と 訓練監督の航空管制官が配置され、事故現場周辺空域を飛行中の航空機に対しては、両名が無線更新を通じて、管制指示を出していた。また、907便はフロリダ390へ向けて上昇中、958便はフロリダ370を水平飛行中であった。午後3時54分15秒。 東京 ACC の関東南 C セクターのレーダー表示画面に907便と958便が互いに接近していることを警告する異常接近警報が作動した。その時のレーダー表示画面には907便の高度はフロリダ367、958便はフロリダ370と表示されていた。 54分27秒から32秒の間、X は、両機の高度差を確保するため、907便に対し、フロリダ350まで降下するよう指示した。この完成指示を受けて、907便の機長は、降下を開始した。54分34秒から35秒の間、907便、958便、双方の機体に搭載されている機数の回避指示が、作動し、 907便に対しては上昇。958便に対しては降下の指示が自動的に発出された。958便は RA に従い降下を開始したが、907便は RA には従わず降下を継続した。54分55秒から57秒の間、Y は907便に上昇を指示しようとしたが、存在しない957便と言い間違えた。 この数秒前、九百五十八便の RA が降下からさらに急降下を要する降下率増加に変わり、同便は RA の指示通り降下率を増加させていた。五十五分零二秒零六秒の間、Y は九百七便に対しフロリダ三百九十まで上昇するよう指示した。また五十五分零六秒に九百七便の RA は上昇から上昇率増加に転じたが、 907便は降下を継続した。55分05秒、958便は岸上げを行い降下率を下げた。958便の機長らによると、これは54分30秒頃から死にしていた907便を回避するための装置であった。55分11秒、両機は再接近し、907便は958便の下側を通過した。 事故調査委員会の解析によれば、両機が最接近した際の距離は105メートルから165メートル、高度差は20メートルから60メートルという至近距離であった。958便の機長らは、この時十字寄りの方向から907便が瞬間的に時期の下を通り抜けるのを目視しており、相手機の背中が見えたと話している。907便は機内に、 多数の負傷者が出たため羽田空港へ引き返すことを決め、午後4時44分同空港に着陸した。958便は午後4時32分、成田空港に着陸した。JAL907 便の座席配置図907便の乗客411名、乗務員16名計427名中、乗客7名及び客室乗務員2名計9名が重傷を負い、 乗客81名及び CA10 名九9 1名が軽傷を負った。重症者については重度の捻挫、打撲、骨折等があった。軽傷者についても頸椎等の捻挫や頭部及び背中等の打撲が最も多かった。958便においては負傷者はなかった。当時、 907便の客室ではシートベルト着用サインが消灯されており、CA による乗客への飲み物の提供が開始されてから約5分後に急降下が発生した。そのため、CA やレイカートは共に不要して天井パネルに衝突した。乗客の負傷状況としてシートベルト非着用者の半数以上が不要後の落下による重軽傷を負った。シートベルト着用者の中でも、 着用の緩かったものの多くが負傷したほか、適切に着用していたものの若干名も、軽傷を負った。また、シートベルトの着用状況に関わらない負傷として、ギャレーカートに積載されていた飲み物や、荷物棚に収納されていなかったカバン等が飛散したことによる火傷ないし打撲や、耳の痛み等が認められた。病気とも、機体外部に損傷は認められなかった。 907便の客室では、主に座席のアームレスト部、天井板、床板、空調用ダクト等に損傷が認められた。また、急降下によって不要した、ギャレーカートの中には、天井パネルを突き破り、天井裏に跳ね上がったままとなったものもある。特に機体自体の損傷は、客室1階の後方部に集中している。958便においては、客室の損傷もなかった。 なお、907便の機材である JA8904 号機は、本件事故の約3ヶ月後に JAL ドリームエクスプレス2 1のスイート号として就航した。2002年7月12日に公表された、国土交通省航空鉄道事故調査委員会の事故調査報告書によると、次のような複合的な要素が原因となって、本事故におけるニアミスが発生したと認定された。 本事故は複合的な要因で発生しているが、東京航空交通管制部の訓練中の航空管制官が便名を取り違えて不適切な管制指示を出したこと、及び X の実地訓練監督者であった航空管制官がかかる間違いに適切に対処しなかったことが本事故の発端となっており、主たる原因と言える。まず、CNF が作動するまで、 XY は共に958便の存在を失念していたものと推定される。X は907便とアメリカン航空157便との完成間隔の確保に集中しており、またこれ以外にも多数の航空機と更新していた。一方、Y は907便とアメリカン航空157便の完成間隔の調整につき隣接セクターと調整を行っていた。 加えて15時52分頃から更新回数が減って航空交通の流れはある程度整えられたため Y はそれまでに実施した業務についての解説を X に言っていた。これらの理由により両者はレーダー画面上の状況把握が不十分となり 958B に対する意識がおろそかになっていたと考えられる。また本来であれば CNF は 規定間隔が欠如する3分前に発出されるが、本事故では規定の3分前より、約2分30秒、遅く、最接近の56秒前に作動した。958便の存在を出現していた X に、とって958便にかかる CNF が遅れて作動したことは、以後心理的に動揺しながら、完成指示を行う原因となったと推定されている。さらに、 958便を降下させることで高度差をつけて衝突を回避するのが妥当であったが、X は907便に降下指示を出した。事故調査では、X は907便と958便の便名を取り違えて、この指示を出したと推定されている。907便は、この指示に基づき降下を開始したため、結果的に双方の機体が衝突する可能性のある危険な指示となった。 Y も958便の存在を失念しており、気づいた時にはすでに切迫した状態であったため、心理的に動揺していた。このような状況下で Y は958便に対する降下指示を出そうとしたところ、957便と便名を言い間違えた。Y は958便に対して降下指示を出すのが妥当であったために、 X による指示 Z が958便に対するものであったと誤認していた。したがって Y は958便に対して再度降下指示を行うことを意図してこのような指示を出したが907便、958便、157便など類似の便名と混同して957便と呼びかけたと推定されている。T 数は衝突の危険が生じる可能性のある。 航空機の接近を検知し、操縦士に対して相手機の位置情報である TA や衝突を回避するための RA を提供するシステムである。機数が衝突の脅威があると判断したときは、回避方法が同一にならないように調整して、安全な高度差を確保するため、情報、下方への回避方法を合成音声及び操縦室のパネル表示によって知らせる仕組みである。 本事故で907便に対しては上昇の RA が作動していた。しかし、907便の機長は指示 Z に従って降下を続けたとしている。この理由として、RA の作動前に指示 Z を受けすでに降下操作を開始しておりこれを変更することが心理的に難しかったこと、完成指示が完成感覚を保つため意図的に発出されていると考えたこと、 958便を継続して視認していたこと、航空性能の観点から降下を継続するのが適切と考えたことが推定されている。さらに、RA に対し逆操作を行うことの危険性について、907便の運航乗務員の認識が不十分であった。その結果、聞かずは907便に、上昇958便に降下の RA を出していたにもかかわらず、 両機体とも降下することとなり安全な高度差を確保することができなかった。事故調査では907便と類似の形式機であるボーイング747から400型機のフライトシミュレーターによって低数指示の飛行の実施可能性を検証した。その結果、航空機の性能上低数の指示に従って円滑に上昇することが可能であることが立証された。仮に 907便の機長が RA の上昇指示に従い上昇のための操作を行っていた場合、907便が上昇することは可能であったため、958便との接近は回避し得たと結論付けられている。当時、国土交通省が設定する航空法関連規定では、ティカ作動時の完成指示逸脱が認められていたが、ティカと完成指示が 相反した場合の優先順位について規定されていなかった。一方、日本航空が設定した社内マニュアルでは、機数の RA が発生した場合、機長が危険と判断した場合を除いた RA に従う旨が定められていた。また、国際民間航空条約では、RA の指示と逆の回避飛行は、脅威との垂直間隔を縮めることになるので必ず、 避けなければならない旨が定められていたほか、アメリカやヨーロッパでも、かかる場合は RA に従うべき旨が明確に定められていた。さらに、キ数は操縦士に向けて発出される安全装置であるため、キ数の指示内容は愚か、キ数が指示されていること自体、地上の管制官には伝達されない。そのため、管制官にとって、 自身の管制指示が RA と相反していることを認識することは、操縦士からの通報がない限り不可能である。一方の木は管制官の言い間違いの指示に従い、他方の木は RA の指示に従うという本事故の状況に照らせば、RA という安全装置があったにもかかわらず、優先順位が明確に定められていなかったことは、制度上の重大な不備であったと言える。事故後、 運行規定の改定を行い、ティカズの作動状況が管制側のレーダースクリーンに表示できるシステムの開発と管制官の教育訓練の強化などが実施された。また管制官の指示とティカズの指示が矛盾した場合にはティカズに従うことが明文化された。しかし、このニアミス事故から航空業界は適切な教訓を得たとは言えなかった。国土交通省は 国際民間航空機関に同様の事故を防止するために調査を求めたものの ICAO の動きは鈍かった。ICAO が国土交通省の調査要請に応じたのは1年半後ドイツ上空で同じように機数と管制の指示が矛盾した結果貨物機と旅客機が衝突資料機の乗員乗客全員が死亡したユーバー林間ンン空中衝突事故が起こった後であった。 2003年5月7日、国土交通省東京航空交通管制部の管制官2名と907便の機長を業務上過失障害罪と航空危険行為等処罰法違反の容疑で東京地方検察庁に書類送検した。ただし907便機長は航空管制に逆らうことはできなかったとして捜査当局が主張する刑事責任を否定した。そのため、 東京地方検察庁は過失は認定できないとして権威不十分のため不起訴処分とした。一方の航空管制官2名は2004年3月30日に被害届を出していた乗客57人に対する業務上過失障害罪で在宅起訴された。ニアミスで航空管制官の刑事責任が問われたのは本事故が初めてのケースであった。裁判においては 主として以下の点について争われた。2006年3月20日、東京地方裁判所は、完成指示の言い間違い自体が、実質的な危険性のある行為とは言えないこと、被告人に予見可能性、予見義務がないことを理由として、無罪を言い渡した。2008年4月11日、東京高等裁判所は一審判決を破棄 航空管制官2名に禁錮1年から禁錮1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。2010年10月26日、最高裁判所第1小法廷は、上告を退け、航空管制官2名に有罪判決が確定。裁判官5名のうち桜井隆子裁判官は、ただ一人、管制官の過失責任を問うことはできない旨の、 反対意見を述べた。その理由として、当時のシステムや管制官の知識では、キ数の指示内容を知り得ないこと、907便機長の判断が、国や航空会社の情報提供不足が引き起こした誤った判断であるために、降下指示とニアミスとの因果関係が認められないことなどを挙げている。さらに桜井裁判官は、本件のようなミスについて、 刑事責任を問うことになると、刑事責任の追及を恐れて、ミスを隠蔽するという意識効果が生じ、システム全体の安全性の向上を妨げうるとする指摘について、かかる指摘は今後検討すべき重要な問題となりうる旨を復元した。一方、宮川工事裁判長は、補足意見において、かかる指摘は政策論、立法論の観点からして、 国民常識にかなわず不相当であると述べた。宮川裁判長は、本事故について、そもそも被告人両名が航空管制官として、緊張感を持って意識を集中して仕事をしていれば、起こり得なかった事態であるとも断じている。最高裁判決において、金庫以上の刑が確定したことにより、航空管制官2名は国家公務員。 法76条38条2号の規定に基づき失職した。マスコミ負傷者の半数以上にあたる57人が処罰を求めている点や史上最悪の空中衝突事故になる可能性があった点灯に照らせば刑事責任を負うのはやむを得ないと言える。本事故では国土交通省や航空会社にも一定の責任があり、 このような複合的な要因が介在する事故において、個人の刑事責任を追求できるかが注目された。一方、補足意見、反対意見で述べられた点について、欧米では重大な事故が発生した場合、当事者を面積した上で真実を全て語らせ、原因究明や再発防止に役立てる考え方が主流になりつつある。事故に不利益な証言を正直に話せば、 有罪判決が下されるという、いわば、正直者が馬鹿を見る構図になりかねないためでもある。しかし、裁判所の判断は、そのような流れには逆行するものとなった。ただし、航空機事故などの結果が重大なケースでは、宮川裁判長の指摘する国民の常識に照らして、過失や因果関係を認定するハードルが下がる可能性も否めず、責任追及と原因究明をいかに、 相反しないように実現するかのバランスが問われる事件となった。本事故が言い間違いというヒューマンエラーが原因で発生した点については人的ミスを完全に防ぐことは不可能であることを前提として安全確保のために個人の刑事責任をどう考えるべきか改めて議論する必要があると指摘されている。また、管制官一人当たりの取扱機数が増加し、 管制システムも複雑化している一方、ソフト面での安全対策が不十分なままである点も指摘された。指揮者、学者等国土交通省職員時代、同省航空局において航空管制の企画、立案を担当した経験を持つ戸ど木和弘は、自身の著書において、きかずと管制官が相反する指示を出した際の優先順位が明確にされていなかった。 事故当時の制度上の不備の存在を指摘した上で、当該不備に関しては、管制業務実施主体である国が責任を有するべき、旨を述べている。しかし、管制官が本件事故結果を予見し得たとする、交際判決は全く現実的ではないと述べ、管制官個人のレベルで、刑事責任を負わせる判決を批判している。国際航空管制官協会連盟は、 最高裁の判断について、航空安全管理システムの前提であり、第37回 ICAO 議会にて、日本が賛同した安全文化の確立に反する。日本の航空の安全性に悪影響を及ぼす、判決であるとして非難している。警報学的観点からは、各個人が分業で行動し、それらが有機的、総合的に還元することで機能している。 システムにおいて事故が生じているところ、複合的な事故要因が存在するにもかかわらず、最も因果関係を認定しやすい、特定個人にのみ刑事責任を追求する手法となっている点が指摘されている。ありがとうございます。